平成29年9月30日、阿蘇市一宮町の商店街の恒例行事となっている門前祭があり、軽トラックなどが当たる抽選会が行われました。阿蘇市一宮町の門前祭は、中町商店街で組織する阿蘇門前町商店街振興協会が開催したものです。今年門前祭は本来8月5日に開催予定でしたが、大雨や台風接近などで2度順延され、この日の開催となりました。会場一帯には飲み物や食べ物の出店が並び、この日は晴天に恵まれたとあって、子どもやお年寄りなど大勢の人が訪れてにぎわいました。特設のステージでは、地元商店街の若者によるバンド演奏やカラオケ大会、歌謡ショーなどが行われました。最後に門前祭の呼び物となっている軽トラックやガソリン1000リットルが当たるナンバース抽選会が行われ、当選番号が発表されるたびに会場からため息が上がっていました。特賞の軽トラックは地元の主婦に当たり、主催者から軽トラックの目録のキーを受け取りましたが、なんと3年前にはガソリンが当たったそうで、2度目の特賞に大喜びしていました。